こんにちは、ゴッドコータンです。2023年2月22日は222ということで猫の日だそうです。猫の日ということはニャンコ大戦争は猫をモチーフなので、この日が特別な日でないわけがないんですよね。ということで、新しく追加されたこちらのステージ、猫たちの大弱視をやっていきたいと思います。全15ステージ。レベル1ということは、おそらくこれは強襲ステージなのでしょう。やっていきゃいいんだよ。採点？ああ、強襲じゃないの、あなた。マジで？最初はスピードアップがもらえるのか。まずは、小手調べとして、普通に速攻編成でプレイしていきたいと思う。これで相手がどういう風に立ち回ってくるのかがわかります。レベル1、殺意。やっていきましょう。一体何が来るのかってのは、まあ、毎年同じだからわかるんだけどね。お相手さんは、にゃんこ砲だな。あれ？にゃんこ砲？うちと同じじゃないか。つうことはあれか？僕たちの猫が裏切ってきたってこと？なるほどな。なかなか厳しいよ。相手は黒い敵のようですね。見た目が、目が赤くて、体色が黒ってことは、そうだ。スピードアップ。報酬はしょっぱいな。レベル2は？こちら。またにゃんピューター？アイテム自体はしょっぱい。いや、でもあれか。15個のステージを攻略するだけで、こんだけアイテムがもらえると考えると、あながちしょっぱいって言い切るのは少しひどいことかもしれない。次、レベル3な。今度は経験値5万か。そして、プレイできなくなってしまいましたね。あー、なるほど。猫ビタン A を消費することによって、もう1個できるようになるって感じか。ほんと、強襲ステージで誰が喜ぶんだろうな。これ、90分に1回しかクリアできないなんてバカだろうが。もっと、ちゃちゃっと一気に攻略したいっていうのに、猫ビタン？あれがなかったら30分待たないといけない。イライラするに、殺意レベル4、やっていこうか。これを攻略することによって、巷の噂ではニャンコチケットがもらえるそうですよ。いや。まあ、余裕だな。レベル5。レベル5は、まあ、背景こそまがまがしいけれども、やっぱり出てくるイベント、出てくるキャラクターや猫城のこの、やってくることとかが全部同じだからさ、同じような変わり映えのしないようなステージを15回もやらされる、しかも30分おきにって考えたら、やっぱこのシステムは、誰も喜ばないね。強襲ステージっていうもの自体は廃止するべきだよ。クールタイムはいらないだろ。お、猫ビタン A が3つも。嬉しい。レベル6行こうか。殺意、レベル6に出てくるのはなんだ？あ、なんだお前。あれ？なんかあれだなお前。なにそれ？ちょっと待って、クソかっこいいじゃないですか。お前、あれか。にゃんにゃんにゃんのさ、2月22日、2023年にね、2024年には、殺意のバトル猫が来るよーっていう風に告知を受けていたんだよ。でも実際に、それが追加されることはなかったんだよね。でも、まさか城として追加されるとは誰も予想できないって。これは逆張りの逆張りだな。攻撃もしてくるのか。空に天高く斧を振り上げたと思ったら、赤色の、稲妻をキャラクターたちに浴びせるとな。しかも、なかなかにこいつら倍率が高くなってきて、ちょっとやそっとじゃやられなくなってきたな。そろそろちゃんとしたガチめの技構成、ガチめの編成で攻略しないといけなくなってきたような気がする。何が嫌ってさ、このお城を動きを止める等の妨害が効かないから、問答無用でどんどん攻撃してくるんだね。厳しいよね。レベル6攻略と。なるほどな。ちょっと厳しくなってきたので、今回からはこちらのね、にゃんこなんたら。これを使って、レベル7も続けて攻略していきましょうか。このまま速攻編成で攻略するのは厳しいと思うので、一旦汎用編成でいこうか。あいつの攻撃は波動攻撃ではないから、波動ダメージ無効や、烈波のダメージ無効といった類の無効系の能力が発動しません。純粋な城からの攻撃を受けることになるので、そこそこ体力の高いキャラクターを育成する、いや、編成する必要がありそうですね。猫カンカンも体力は高いんですけれども、殺意の猫に2回殴られただけでノックバックするってことは、多分攻撃力もバカにできなくなってきたな。真田幸村は黒い敵に超ダメージなので、こいつらの属性は黒い敵だろ？だから、まあ、アタッカーとしては申し分ないな。体力の低さは置いておいて。しかもノックバックしたら即反撃してくるタイプときた。もう完璧だね。サイツーのニャンコどもは見た目こそ猫だけれども、性能自体は化け物じみているよ。鬼ニャンマ等の火力が強いけれども単体攻撃っていうタイプのキャラクターだと、
処理するのが若干時間かかってきそうな気がする。ここは範囲攻撃であるアンドビスさんを出して素早くこいつらを処理することがいいと思いました。あとこのステージ黒い敵しか出てこないのは唯一の救いですね。黒い敵に対して強いキャラクターを出してしまえばちゃんと勝てることはできると思います。よーし、スコアはニャンコチケットか。まあまだね。その後ゴッドコータンはレベル8からレベル9までを全て攻略しました。レベル10までカットしようと思うからです。それぞれ全部いちいち編集してたらアホみたいに時間かかるでしょ。編成は黒い敵に対して強いキャラクターです。こういうやつは黒い敵に強いキャラクター入れておけば勝てるからね。で、特に注目しておきたいキャラクターというのがこいつ猫ボンバー、猫の日に入手できるお花さんのキャラクターです。こいつはね、本来猫にゃんこ大戦争のホーム画面、あそこの襖をね100回開け閉めすることによって入手できる猫フラワーってやつ、あれを第三形態にすることによってこの形になります。こいつはたった2体だけで黒い敵を永久停止にまで追い込むことができるほどの高性能。こいつらを使うことによって黒い敵ステージはもう簡単にクリアすることができるっていうわけです。逆を言うとこいつらのせいで大抵の黒い敵に対する妨害超敵レアは腐っているんだけれどもね。え、それで猫ボンバーでよくねみたいな感じになっちゃって。それではお金が貯まるまでしばらく待ちましょうか。お城から出てくる赤いビーム、これが厄介すぎるわ。せっかく猫ボンバー貯めたとしてもね、やられてしまうんだよね、この攻撃によって。猫ボンバー妨害は優秀なんだけど、火力も体力もそんなに高くないからさ、割とすぐやられてしまうんだよね。そして真田幸丸を出しつつ黒い敵さんを一掃していきましょうか。でもってこの織田信長を使って黒い敵を1体で永久停止しましょう。猫ボンバーと違ってですね、織田信長さんは1体いれば黒い敵を動きを止めてくれるわけですよ。猫ボンバーの場合はステータスの低いキャラクターを2体ほど出さなければいけないのに対し、織田信長は超激レアなのでね、ステータスはちゃんと高いです。なので火力もそこそこ出るタイプですよ。それからお互い相手の黒い敵がある程度いなくなったところを真田幸村で特攻させて全員全滅させておきましょうか。これにてレベル10は攻略できましたと。経験値いいね。レベル11行きましょうか。ニャンコンボ入れました。お財布レベルを上げるやつですね。これによって、ある程度お財布レベルが上がった状態でスタートができるので、お金を貯める時間を多少は短縮することがあって、なんか新しいのが出てきたな。普通の猫の黒いワンコか。なんでいきなり黒いワンコが出てくるんだ？さっきまで黒い猫しか出てこなかったっていうのに。真田幸村、一発壁が耐えるようになったのか。非常に厳しいな。そしてバトル猫による攻撃も若干痛くなりつつありますな。ほんとひどい話だよこれ。バトル猫って追加されるよみたいなことを去年言ってたくせに、追加されたのが城に出てる新しいギミックとは驚いたね。みんなが想像していたものとは違った。それにこの殺意のタンク、もともとこれ今年で進化できるかなって思ったんだよな。だって去年ね、殺意の猫ってやつが進化、第三形態に進化することができるようになったから、このタイミングだったらタンクの猫もタンクの殺意のゴム猫みたいになってくれるかなって期待はしていたんだけれども、そうはならなかったな。まあ、引っ張るよね、それはそうだ。でもって、織田信長の永久停止がいい感じにはまっているところを真田幸村で特攻させて相手を大ダメージ負わせることができるってことだな。レベル11をクリアした。多分レベル12もこれと同じようなステージなんだろうから、飛ばそっか。で、次回はレベル13から、また会いましょうということで。ラストステージあと一歩、レベル14だ。ここまで来んのに何時間かかったと思っているんだ。もう、教習ステージなんて考えたやつ頭おかしいだろうが。レベル14は何が出てくるのかな？今までの流れだと、最初に殺意のワンコが出て、そいつを倒してっていうのが、あってたね。殺意のワンコが出てきました。黒いワンコを倒しつつ、お金を貯めて、たくさんの超激レアを出して、敵を殲滅する。いつもの流れだから、ここはあえて早送りをしますよ。大量の黒いおぞましい変なものがたくさん出てきますが、第六天魔王である織田信長によって全員動きを停止させていただきます。
なんでこいつは動きを止めるっていう能力を持ってるんだろうな。織田信長っていうビッグネームなのにもかかわらず、能力が黒い敵単体の動きを止めるって、ちょっと地味じゃないか。ノックバック数も1だからそんなに強くないしさ、たくさん出てくるとちょっと処理が追いつかないんだけど、処理が追いつかないんだけど、待って、やめろ。まだやられたくないぞ。まだ僕今回一回もまだ、あー一発嘘。今度こそ完璧だ。白キャスリー入れたからな。全属性を吹っ飛ばす、レッパーを放つ。こんな妨害放ってんだったら相手もさすがにやられるでしょう。さらに黒い敵に打たれ強いの壁は二段構えだ。このよくわからないのの CC とかやつと、あとこのガルル?ガウガウ?ってやつだな。こいつらさえいればもう黒い敵に対しては無敵ですよ。無敵要塞ってやつですよ。吹っ飛ばす妨害がうまく刺さって相手は簡単に後方にノックバックしますね。ただこの後ろから放たれるビームは黒い敵属性では多分ないと思うので、普通にダメージ食らってしまうんだよな。結構痛いんだよこれが。ガメレオンって体力が結構高いんだよね。ピンク色の仮面みたいなやつにもかかわらず、さっき普通にノックバック食らってたってことは、そいつですらダメージをちゃんと追うタイプの城からの攻撃が降ってくるって、どんだけ鬼畜なステージなんだよ。まあとりあえず動きを止めて、その間に相手をチクチク攻撃する、いつもと同じ流れですよ。やっとこの面白みもない、ひたすらに長く難しいだけのステージを攻略することができる。時間がかかって大変だに。よーし、レベル14クリアです。報酬はにゃんこチケット。しょっぱいな。最後レベルマックス、報酬は経験値100万。なんてしょっぱいステージなんだよ。まったくレッツラゴーってやつだな。殺意レベルマックス。マジで殺意がマックスなんだろうな。最後に出てくるんだから、びっくりした。移動速度が非常に速くてびっくりしましたが、それは僕が移動速度上昇のスピードアップを使っているから仕方がないですね。時間短縮のためにステージの進行速度は通常の2倍ですが、まあ普通に相手の強さが強くなるわけではないので、連鎖に対処していれば簡単に攻略することができるかなっていうふうに思います。出てきましたね。こっから大量の殺意の猫ラッシュがやってきますけれども、量産アタッカーをたくさん出していればそれほど脅威ではありません。傘地蔵のおかげでね、割と簡単に黒い敵というのは処理することができますから、その間に黒い敵用の壁を出しまくって、妨害出しまくって、相手を交代させたりうんぬんして、でもって勝利を導く。超簡単。にゃんこ大戦争における勝ち方の一つです。あ、妨害がやられた。ちょっと待って、ちょっと待って、一旦スピードを落とそう。スピードを落とさないとさ、その壁を出すタイミングとかが見失ってしまう可能性があるからな。待って、これお城に1回でも攻撃が、はぁー、思考変えよう、思考な。こいつはね、暗黒城と言います。暗黒城さんは黒い敵に滅法強いという特性を持っています。それだけだと普通なんですけれども、こいつは波動をたまに放つんですね。で、この波動がね非常に優秀でですね、こいつが放つ、あ、もうスピードアップ使わねえ。暗黒城というキャラクターはたまに波動を出します。その波動が非常に強力なことで有名なんですけれども、これは暗黒城を貯める前に相手にやられそうな気がするんだよな。相手がどうも強すぎる。いや、相手が強いというよりかはお城がね厄介なんだよな。黒い敵をせっかく止めれたとしても、後ろのお城の攻撃のせいでさ、全滅しかねないんだよ、雑魚キャラどもが。本当にひどい話だよ。こんな理不尽なステージは今までに何とか見たことあるわ、正直。そうだったな。普通に見たことあるわ。割とある。割とこういう類のステージはあるけれども、んだからといってこのステージが許されるわけじゃないぞ。今までプレイしたステージの中で、5番目ぐらいに嫌なステージだ。この黒い敵の厄介さといい、雑魚キャラが大量に湧いて出てきて、一体一体を倒すのはそれほど難しくないのにもかかわらず、勝つのが非常に難しい類のステージ。嫌いだ僕は、はっきり言って、このステージが。だけれども僕はやるよ。なぜならゴッドコータンはニャンコ大戦争プレイヤーとして、このステージを攻略しなければいけない。だって僕が今まで負けたステージ、勝てなかったステージはないんだからな。あれな。負けること前提のステージを除いてだけれども。お、そして、これ暗黒城の攻撃刺さってますね。波動をたくさん出してくれているので、後方からやってくる猫たち、ある程度ダメージを負った状態でこっち側に来ますので、結構処理が楽になります。やっぱ僕の見立ては合っていたみたいですね。このステージは暗黒城と壁のゲームです。
黒い壁を出しつつアタッカーを出しつつ妨害を出しつつ暗黒城で波動をべっちゃぐちゃにしてやる。そうすることによって相手はぐちゃぐちゃのどちゃどちゃになってブチブチになって死ぬ。いやー気持ちいいわ。殺意レベルマックスだったな。お城の名前の通りだ。あ、ステージ名の通りだったわ。殺意のレベルがマックスだ。こんなにひどいステージは見たことないね。ということでチャンネル登録と高評価よろしくね。クリア経験値は100万か。しょっぱいね。お疲れー。